こんにちは。これから私が日本へ留学したい理由を話していきたいと思います。日本に留学経験のある知り合いは私に日本のことをたくさん話してくれました。まず日本は空港を出た時から全てのことが驚きだったと言っていました。道にはゴミ一つない綺麗な状態で、人々はみんな親切でしたから、もし行けるならもう一度行きたいと話していました。彼のように1年2年で日本のことが好きになった人は後を絶ちません。留学でも仕事でも日本に行ったことがある人はみんな日本のことを褒めたたえます。私は日本に行ってその日本の良さについて深く学びたいと思っています。日本の良さはいろいろあると思いますが、主に私が学びたいのは文化です。実際に日本文化の素晴らしさを体験しながら日本語を勉強するのが一番いい学習方法だと思います。